初代ノーマンビー公爵コンスタンティン・ヘンリー・フィップスは、イギリスの政治家、外交官、作家。ガーター勲章勲章師、バス勲章ナイトグランドクロス勲章師、ロイヤル・ゲルフ勲章ナイトグランドクロス勲章師、数密顧問官。1838年に、ノーマンビー公爵にジョイされる前は、連合王国貴族の爵位。 第二代マルグレーブ伯爵で、1831年に、マルグレーブ伯爵を相続する前は、儀礼称号の、ノーマン B ー者爵で称された。第三代マルグレーブ男爵ヘンリー・フィップスと、妻のマーサ・ソフィア・フィップスの間の長男。父の初代マルグレーブ伯爵は、ランカスター公領大臣、外務大臣、海軍大臣を務めた、軍人、政治家。またおじに、 軍人の第二代マルグレーブ男爵コンスタンティン、フィップスがいる。ハーロー校を経て、ケンブリッジ大学トリニティカレッジで学ぶ。在学中の1815年には、ケンブリッジユニオンソサエティの第二代会長を務めた。1818 18年に、ヨークシャー州スカーブラ選挙区選出の庶民議員となるが、カトリック解放に賛意を示すなど、 一族の政治方針に異議を唱えて1820年に辞職し、以後2年間イタリアに住んだ。帰国後1822年から1826年まで、ノーサンプトンシャー州ハイアムフェラーズ選挙区選出の庶民議員を務め、政治的なパンフレットや議会での演説によって高い評価を得た。1826年の総選挙では、 ヨークシャー州マルトン選挙区から庶民議員に選出され1830年まで務めた。議会ではジョージ・カニングの支持者であった。1825年の小説ザ・イングリッシュ・イン・イタリーやマティルダの作者としてこの頃すでに名が知られており、1828年にはイエス・ンド・ノーを上司した。1831年、父親の死により、 マルグレーブ伯爵を相続し、貴族院議員となる。1832年より1834年まで、ジャマイカの総督となり、当地に赴任。1834年、第二代メルバーン子爵ウィリアム・ラムの第一次内閣で、王子少将として入閣。1835年に発足した第二次、メルバーン内閣では当初アイルランド総督へ、任命され、 総督在任中の1838年にカウンティ・オブ・ヨークにおけるノーマンビー公爵にジョイされた。1839年2月に陸軍植民地大臣となり入閣同年8月に内務大臣へ転任した。植民地層として彼はウィリアム・ホブソンに対してニュージーランドの統治についてイギリス政府の方針を所管で指示した。 1846年から1852年まで、フランス中卒イギリス特命全権大使として、パリへ。1854年から1858年まで、トスカーナ中卒イギリス特命全権公使として、フィレンツェ赴任。1857年に出版されたパリ駐在中の1848年の、日記、エイヤー・オブ・レボリューションは、ルイ・ブラントの間で、 激しい議論を招いた。さらに公職からの引退後にも、フランスやイタリアに対する政策について、第三代パーマストン子者区ヘンリー・ジョン・テンプルや、ウィリアム・グラッドストンと衝突した。1832年に、数密古門館へ列せられ、同年にロイヤル・ゲルフ勲章・ナイト・グランド・クロース、1847年に、バス勲章・ナイト・グランド・クロース、1851年に、 ガーター勲章を授けられた。1863年に、ロンドンで死去。66歳。借位は、一人息子のジョージが相続した。初代レーブンズワース男爵トマス・リデルの娘、マリア・リデルと1818 18年8月12日に、結婚した。彼女との間に生まれた息子のジョージは自由党の、政治家となり、ノバスコシアの総督。 クイーンズランドの総督、ニュージーランドの総督、ビクトリアの総督を務めた。ありがとうございます。